こんにちは、リングスブーツの、小森です。今回はですね、針を今このメーカーで作ってます。まあ、どんな針かっていうと、例えばこれマス針、まあ、これも形自体もすごくね考えて作ったんですけど、この特徴は、一番の特徴はこの剣、わかりますか？これが全然、おー、何個ついてますか？2個ついてますよ、はい、剣がついてます。これによってこういう、まあ、脳神経痛とかするとき、縫い出しとかやりますよね。はい、その縫い出ししたワームが抜けにくい。前に、はい、あれ切ってやってた。そうですね、あの分ガードを切ってやってたやつが、はい、あの頃はね、いろんな針メーカーに問い合わせたんですけど、マス針に剣はつけられないって言われたんですよ。はい、決定的なのはやっぱ剣って本体を毛がこう毛がいて作るんで、はい、針が弱くなってしまうって言われて作ってもらえなかったですよね。はい、でそれをまあ今回チャレンジしました。なのでやっぱちょっと剣は小さめです。控えめです。もちろんフッキングの邪魔にならないように小さくしてあります。剣にワームが引っかかってこうフッキングミスってしまったら元も子もないですから、ね。はい、まあ、そういった剣付きのマス針、まあ、これは等身ガトイッチの他にサイドフィッシングでフックを隠したい時とか、あるいは川口湖でポークのあの柔らかいやつ、あれを使う時なんかも効果があると思います。あとですね、オフセットフック、まあ、カバーのオフセットなんですけど、まあ、今までこうオフセットでやった針ってこうあって、これってまあ、TC コートなんかつけるとワームがこうずれちゃってフッキングしないなんてことが、はい、もうこれたまに経験上あったんですよ。滑りが良すぎて、はい、でこれを防ぐためにちょっとシークレット的にこういう、まあ、滑り止めをつけてたんですよ。まあ、これやってる方はすでにやってたかもしれないんですが、まあちょっと自分で考えた、ちょっと魚のかけありやすくてバレにくい形状にプラスして、そうやってこうコーティングでワームが滑ってずれてしまうようなことを防ぐための滑り止めがついたオーセット、こういったのも作ってます。それからですね、まあ、他にもいくつか作ってて、あとはカバー猫、はい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 、うわ、まあ、これトーナメントでガチで、はい、勝ち絡んでるやつじゃないですか？そうですね、これもね、やっぱ今ある針もすごくいい針なんですが、やっぱり、はい、僕の使い方でちょっとやっぱりもうちょっと魚がバレにくい方がいいなとか、いろんなのがあったんですね。なので、まあ、それを目標に今作ってる最中です。これまだこれで完成じゃありません。まあ見せちゃってもいいんですけど、完成じゃありません。どうやってワームを止めるかも含めて、これは年内に多分完成すると思います。はい、こういった針とか、あとはですね、スモールマウス用のマス針、はい、まあ、かかりやすくバレにくいで、まあ、軽いっていう、そういう針を作ってます。それから、まあ、中にありますガードマス針、こっち側にあるのかな、ここですね、ぐるっと回ってます。はい、ガードマス針、はい、僕マス針は大きいやつはガード付き、真ん中はガードなし、一番上はスモール用っていう風に大きさによって基本使い分けてるんですよ。なのでスモールのマス針と中間の剣付きのマス針とガード付きのマス針、これで大中小のマス針をカバーしたいなと。で各モデルそんなにいっぱいいろんなサイズは出ないかもしれないです。そのこういう風に使ってほしいなっていう感じですね。かなりシークレットなところ全部ここで、はい、公開しちゃってるんで、そう、小森さんが頭の中にはアイデアあるけど、はい、どこもやんねんだって言ってた、そんな感じですね、伝説のやつ、はい、これがうまくいくと今年ぐらいに、そうです、ね、出るかもしれない。もう一個でも超シークレットフックがあって、はい、それは自分の最も得意とするレッグアームのダウンショットに使える、はい、ちょっと秘密の針を作ってます。それはまだ形もちょっとまだ形は頭にあるんですけど、アイデアだけ言っておきますと、フッキングが良くなる、フッキングが良くなる、もうそれがそのフックのアイデアです。はい、そういった針も今作ってます。まあ、針ってまあ、どの針メーカーから出てるものすごくいいものいっぱいあるんですよ。で僕はその中からチョイスして、はい、これはこの針、これはこのメーカーの針って使い分けてたんですけど、はいはい、なので一つの医者と契約してしまうとどうしてもいろんなもの使いづらくなるじゃないですか。なので、まあ、使うんだったら、まあ、総監修、はい、全部の針を自分で作れるんだったら、はい、作りたいと思ってたら、まあ、こういうお話をいただいてこのメーカーで作ることになりましたんで、かなり僕のバスプロ人生20年の経験を込めたフックなんで、ぜひ市場に出た時には使ってもらいたいなと思います。ありがとうございます。YouTube です。小森さんのチャンネル、はい、小森チャンネル、ゲイリーチャンネルです。ゲイリー、また新たな、イエイ、歯がよろしくね。
なんか面白いこと言ってください。面白いこと言えないよこんな時お疲れ様です、お疲れ様です、ありがとうございます。